今日は女殺し油の地獄の、2幕目の後半の下座音楽を弾きます。で、2幕目っていうのはこっちのシーンですね。はい、これが事件起きてるとこです。で、今から弾くのは妹にね、奇病を使わせてるので、その病気が治るようにということで、なんか本院さんっていう家事祈祷する人が来てるんですね。そこの本院さんが喋るシーンと、そのこういうのやってるうちに、わしは仙台徳兵衛だっつって、おかちにこうそういうのが降りてきたっていうところで、おかちが嘘の言葉を喋るところでですね、そこの曲を弾きます。で、その家事祈祷してる本院さんが、お父さんにちょっとこっち来てくださいって喋るところからです。で、この曲はね、前も弾きましたけど、今回ちょっと長く弾きます。ここまでですね。おかちがうーってなって、婿養子取らすのやめて、与兵衛にね、家を継がせろっていうようなことを言うんですよ。その時は今の曲の出だしのとこにちょっと別の曲がついてますね。ですね。その後与兵衛は癇癪を起こしてお父さんに暴力を振るんですね。それを見たおかちが飛び出してきて、兄さんにやめてくれと、私お兄さんが真面目になるって言うからこういう嘘ついたのにっていうことで、二人の企みをばらしちゃうんですね。その時の音楽が、というのにセリフは載ってます。まあそれでも余計なこと言いやがってっていうので、与兵衛はぶち切れて妹とお父さんに暴力を振るってるんですけど、そこにお母さん、秀太郎のお母さんが帰ってきて、お前はなんじゃって出て行けってことになるんですよ。それでなんやかんやあって、まあ出て行くんですけども、その花道に仁左衛門与兵衛がずっと去っていく後ろ姿を、そのママ父である徳兵衛が大きくなるに従ってね、もう本当に先代の旦那にそっくりになってきたと。なんであんなに似るものかと。与兵衛を追い出したのではなくて、旦那を追い出した心地して辛いっていうことを切々と言って、そしてそのお母さんもね、その花道を悲しく見つめてるわけですよ。ここが胸にグッとくるとこなんです。この後に幕切れで竹本がね、引かれるんですけど、もうそれもどうしても引きたくて、ちょっと楽譜書きました。ただまあ、私太棹を持ってないので、ちょっとこっちのね、中棹の方がちょっと音が低いかと思いまして弾きます。で、そうしましたらこれ、テレビのに合わせると12っていう音ですね。こんな音でね、普通に長唄を弾くことないですよ。なんとも言えない、この悪いんだけど憎めないっていう気持ちがね、こっちも持ってるところに、お父さんのその先代に対する思いとか、周りを囲むものの辛さがこうひしひしと染みてきてですね、弾きたくなるんですね。
途中幕が閉まる音でちょっと聞き取りにくいところなんかもありましたが、まあこういう感じでしたね。でも耳に残る音楽をこう形にできる、まあ自分で弾けるっていうのはすごく楽しいですね。